皆様お階段の世界をゆっくりとお巡りください冷蔵庫を開けるとおばあちゃんが生前好きだったプリンが入ってたええ？って言うんですって <music> どうも島田秀平です 始まりました。つ田周平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、今回もですね、えー、とても楽しみな方来てくださいました。大阪の方からね、わざわざ来てくださったんですが、人気チャンネル、ネオホラーラジオより、コウタさんです。お願いいたします。お願いします。お願いいたしますあ。ありがとうございます。 であの普段はワッターさんとお二人でね、はい、音声のみでやられてますけども、はい、今回お一方、コウタさんだけということで、よろしくお願いします、えー。大人気チャンネル、ネオホラーラジオなんですけども、皆さんにどんなチャンネルか説明していただいてもいいですか基本的には、まあ、ホラーとついてますので、怖いと思われるコンテンツを扱うチャンネルなんですが、えー、なので、えー、視聴者さんから投稿いただいた、えー、怖かった体験談とか、ちょっとゾッとした体験談であったり、 ま都市伝説的なものであったり、また、えー、他には事件であったりっていう。まあ実際に起こったこと、基本的には実はベースのお話を動画で紹介させていただいてまあ、ラジオとついてますので、えー、まあ、友人とやってるんですけど、はい、その友人とまあ、でもないこうでもない的な話をさせていただいているという感じですね。だかそのお友達同士でやってるんです。ごくこうね。はい、あの和気あいあいっていう面もあるんだけど、はい、ただなんかこう話してる内容は？ 結構踏み込んでるっていうかあう結構攻めた内容になってますよね。<laughs> そうですねはいああいう情報っていうはどこからこう入ってくるというか。あもちろん自分で調べたりもしますし、えー、視聴者さんからお送りいただいた情報もありますしそういった中で、まあ、どれが正しいのかって結構選んでいくのが今情報溢れてるんで大変だったりするんですけど。うん まあ確かなものだと思えるものだけしっかり扱っていこうという感じでやってます、ね、ぜひ皆さんですね概要欄に貼っておきますのでチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたしますお願いしますで、コウタさんそもそもなぜこういったチャンネルをやろうと思ったんですか <music> そのコウタさん自身はいわゆるその霊感とかそういうものは終わりなんですかいや僕は全くなくてですねはい 逆にもう体験しててみたいって思いっっ思が強くってなんならもう体験談で霊感がありますとかそういう体験談もいただくんでうらやましくて <laughs>、はい、で何ならもう,こう霊感はないからこれから得ていくって難しいじゃないですかだからもうなんか呪われてみたりもしたいみたいなで一回動画で配信か何かでこう呪える人呪ってみてくださいみたいに言ったんですよ。<laughs> フリー呪いっってて言呪いのフリー素材が僕ですみたいなフリー呪いの人なんでって言ってよろしくお願いしますって言ったんですけど全然ですねかかかからななったんやっぱり呪いとかっていうのもやっぱりこう自分が呪われた人が気にするとか意識するってことで発動するらしいんでそんな感じで呪ってくださいよとか言う人にはそもそも呪いが発動しづらいのかもしれないですよねそうですよね。 普段は視聴者さんからお送りいただいた恐怖の体験談みたいなものを、えー、こちらで採用させていただいて動画にしているということなんですが、はい、なので視聴者さんから体験談というのが日々ありがたいことにお送りいただくことがありまして、えー、それをこうもちろん全部読ませていただいてるんですけど確認している時にいつあれって思うものがありまして、えー、ですっていうのがその内容っていうのはあ,の、まあ、ありがちとまでは言わないですけど こう実家の方で、えー、変な出来事が起こるんですっていうような内容だったんです、うん、で投稿いただいたのはレイさんという女性の方でレ,レイさんんといいう女性のの方方おくつなんですか年齢はどう、まあ、自分と近いぐらいの30歳前後ぐらいぐらいだと思うんですけど、はい、あまりこう、まあ、年齢までは踏み込んでいくことはないので、えー、おそらくそれぐらいかなという感じで,でそのレイさんという方が、えー、実家で起きた 不思議な体験っていう形でメールをくださってるんです。はい。で、それが起きたきっかけっていうのも、えー、はっきりしてます。ということで,、うん、で、ご実家に住まれてたおばあちゃんが昨年末にお亡くなりになられたと。うん。それから、えー、実家の方で不思議なことが多発するんです。うん。っていう内容のメールだったんです。はい、うん。ね、うんえー、まあ、何にあれって思ったかというと、うん、それに似たようなメールがなんか前にも届いてなかったかな。 っっていうのが気になったんですよで、メールの受信ボックスを改めて確認するとその似たようなメールっていうのが何通か届いてたんです何通はい、はい、で内容は、えー、実家に帰ると家に誰もいないはずなのにおばあちゃんの声で「おかえり」って声が聞こえてくるとかあと普段何気なく過ごしてると、えー、視界の隅におばあちゃんが映ったような気がするっていうような内容なんです。でさっきも言った通りおばあちゃんはもうすでにお亡くなりになられている。なななのにんでだろううっていう不思議な ことがありますっていうメールが何通か分かれて送る。で、それはあの全部違う方たちから。あ、それがレイさんお一人からなんですよ。あ、じゃレイさんがそのまあ定期的にというか、はい、まあこういうことがありますっていうのをこうずっと送り続けていたってことなんですね。そうなんです。はいはいはい。で、その時点で気づいたんですけど、この過去に起こった何かしらの話を送ってくれてるんじゃなく、リアルタイムで今週こんなことがありました的な感じで。 送っててくれてるんでんかこんな形でメールもらうことはなかなかないのでうん、うん、すごい不思議な体験されてるなとは思ったんですが、えー、それからしばらくしてまたたメールが来たんです、うん、で内容は、えー「おばあちゃんの形見のペンがペン立てから誰も触ってないのに飛び出してました」とかそういう内容だったんですけどうん、うん、普段と違うのが「あの相談に乗ってほしいことがあります」っていう ことが書いてあったんですいつもはただのね報告だけだったのが、はい、今回は相談に乗ってほしい。でこちらとしてもなかなかそのリアルタイムでそういう怖い体験をされてるって方のお話聞くことないので、ま、かなり興味もあったのでよかったらじゃあ詳しくお話聞かせてくれませんかって言ってお話することになったんです。はい、でいざ、まあ、お電話でお話しさせていただいたんですけど詳しく聞いていくと実はこれレイさん本人が 体験どういうことですかっていうのもレイさんはもう実家を出て一人暮らしをされてるんですね、うん、でこの今このお母さんが日々、えー、おばあちゃんのこう姿を見たりするっていうことでそういうなんかおばあちゃんにまつわるこう心霊体験みたいなことをし,してそれをレイさんに今日こんなことがあったんだけどって報告をしてなるほどでそのレイさんが僕に えー、自分の体験のように報告を定期的にしてたってことですね。はい、そうです、はいはい、でなので、まあ、これは母の体験ではあるんですけどすごい気になってご報告させていただいてましたと。で相談事っていうのが、まあ、何なのかっていうとその母の体験してるそのおばあちゃんの霊長らしきものがなんかどんどんエスカレートしていってるような気がするんですっていうような内容だったんです。ええ、でそれがどういった内容か っていうとさっきまでは、えー、視界の隅におばあちゃんの姿が映ったような気がするとか、えー、なんかおばあちゃんの声で「おかえり」って声が聞こえた気がするっていうそういうものだったのになんか置いてたバッグの位置が変わっているとかうん、うん、そういうことを言い出すようになった。はい、でしばらく経つと、えー「最近は冷蔵庫を開けるとおばあちゃんが生前好きだったプリンが入ってた」えー、って言うんですって。ちょっとなんかそれはまた様子変わってきましたね、はいはいなんか ちょっとこれおかしいですよねってレイさんも言ってて僕もそれはちょっとみたいな感じでなんか物が発生してるみたいなことになるんでそうでですよね、はい、でさらにどんどんエスカレートしていって、はい、本当に最近はあの冷蔵庫にスーパーで買った卵を入れてるじゃないですかその卵が料理に使おうと思ったらゆで卵になってたって言うんですよ <laughs> 普通に生卵をね、置いてあるところありますけど、じゃあこれ割って料理しようと思ったら、うわゆで卵になってるっていう。はい。いや、そんなことあるって話じゃないですか。はしかもそのゆで卵が、片茹でだって言うんですよ。片茹ではい。いや、今時片茹でで食べへんやろって思って。それはいろんなね、ことありますけども。ちなみにおばあちゃんが好きな硬さだったとかいや、そこまでは分からないらしいんですけど、はい。で、そのレイさんが、僕にその話したいことっていうのが、 これおばあちゃんが起こしてる心霊現象でも何でもなくあのお母さんがおかしくなっていってるって思いませんって言われたんですよ。ああまあ確かにこれ全部お母さんの証言ですもんね。はい、お母さんが体験したんだって言ったことだけあって、はい、そうか、まあ、普通に考えたら今言ったような、はい 謎の、ね、現象が起こることよりも、はい、お母さんの見間違いとかお母さんの勘違いっていう方が確率は高そうな気はしますよね。そうで,すよねで僕自身もそれがすごい気になったっていうのもあって一応聞いてみたんですけどレイさん本人もすごい気になってたので、はい、お母さんに何度も確認するんですって、えー、冷蔵庫にプリンが入ってたって時も「えー、自分で買ったんじゃない?」とかって聞くと「自分では買ってない」と。でえじゃあレシートはっていうと「レシートはもうスーパーに捨ててきた」 っていうんですって、うん、ちょっと怪しいですよね。そうですよね。ね、うん、さっきそのゆで卵になってたってあるじゃないですか。その。冷蔵庫を開けて、ゆで卵になってたっていう、その個数が。もともと何個冷蔵庫に入ってたか、わかんないんですけど。あの、五個だけ。って言うんですよ。うん、冷蔵庫に入ってた卵が、5個だけゆで卵になってた。で、その5個っていうのが。普段、お母さんが使ってる、その料理で使う鍋で、一度にゆでれる個数が。 5個なんです <laughs>、はい、あれってなってきて「いやこれちょっとどうなんだ?」って思うんですけど、うん、どちらにしても証明のしようがない、うん、なのでどっちにしてもわからないと。で僕に連絡をくれて相談したいって言ってくれてで最終的に本当に相談したいことっていうのがこれお母さんがやってる仕業なのか、うん、おばあちゃんの起こしてる霊障なのか。 このどっちかっていうのを、あの、コーダさんの発想力で見極める方法を編み出してくださいって言われたんですよ。<laughs> すごい無茶ぶりですね。<laughs> いや、無理無理無理ってなって <laughs>。で、どうしようって思ったんですけど、まあ、こう、真剣に相談していただいて、うん、こう、レイさん本人も、もし母に何かあったら、私もそのサポートしてあげたいとは思ってる。うん、ただ、もう何もおかしくなくて、本当におばあちゃんの霊賞的なものが起こってるとしたら、こう、 何もおかしくないお母さんを無理やりこうサポートするような形になっちゃうからそれはちょっとどうかと思ってちょっとそここの判断をつけたたいっってことだったんですねそういうなんか優しい気持ちからの相談だったんで僕もなんかこう無限にできないというかなんか何とかして相談に乗ってあげたいなと思うんですけどまあちょっとかなり難しいなと思ったんですよその切り分けるというのが。これまでいろいろ怖い体験とか心霊現象を扱っていきたいといっぱいいると思うんですけどなかなかこの人の仕業か例の仕業か切り分けるって。 編み出した人おんのっってなってなるそれはもう実際にね、はい、霊感があるとかね霊が見えるっていうね方たちに現場に行ってもらって、はいはい、でそこをこう霊視してもらうことしか霊感がない僕らにはちょっとなかなか難しいですよね。でどうしようって悩んで悩んでちょっとこれかなっていうのをちょっと思いついて一応言ってはみたんですよ。 冷蔵庫に入ってた卵がゆで卵になってたって話あるじゃないですか。うん、それがもしまた起こったら、またお母さんからレイさんに報告がいきますよね。うんうん、その時に、さっき片茹でだったゆで卵が、次ゆで卵になってた時に、半熟だったらどうなりますかねって言ったんですよ。うんうん、また冷蔵庫に入った卵がゆで卵になってたんだけど、しかも今回は半熟なんだけどっていう報告が来た時に、 レイさんが優しく、おばあちゃんの力弱くなってきてるんじゃないって言ったら、お母さんの中のおばあちゃんが、スーって成仏していくんじゃないかっていう。っていう解決策をアドバイスしたわけですね。って言ったんですね。はい、そしたら、えー、レイさんが、それですね。 っていうのも、まあ、2人で結構、ま、真面目に話してたんでこれまではずっとお母さんからの報告を受けてるだけだったけど、うん、こっちからアクションを起こしてそれに対するリアクションを見ることで何か分かるものがあるんじゃないかとうん、うん、で今回その卵が硬い腕だったのか半熟っていうのも、えー、もし自分で前回茹で卵にしたとしたらもうすごい慌てようだと思うんです。うん、でももししし自分がしてないと思ったら真面目に相談も来ますし こうしてなんかリアクションを見るっていうことが一応切り分けるきっかけになるんじゃないかって話で<ー>意外となんかちょっと冗談みたいな話で進んでましたけどこれ真面目に結構いけるんじゃなないっ <laughs> ってなってきたんですよはい、はい、じゃあ本当にやりますっておっしゃってくれて、ええ、でじゃあちょっと作戦組みましょうってなって、うん、その当日の作戦がレイさんがまあお仕事の休暇を利用して何泊か実家にするってことで。 えー、その時にお母さんもお仕事されてるのでお母さんが仕事で出ていた時にその間を見計らってレイさんが冷蔵庫を開けて、えー、卵をゆで卵にするで、半熟で冷蔵庫に戻しておくでお母さんが帰ってきて、えー、料理を作る時に卵に気付くで、えー、レイさんが呼ばれる「はい、見てと」と、えー「冷蔵庫に入れた卵ゆで卵になってるんだけどしかも今回は 半熟なんだけど、って言われて、うん、レイさんが、おばあちゃんの力弱くなってきてるんじゃない <laughs> っていう、これで、じゃあもう作戦でいこうって言って。すごい面白いっすね。はい。これで、ちょっとじゃあ本当にやろうってなって、ただもう本当にできるのかなと思ったんですよ。しかもこのゆで卵なってて、おばあちゃんの力弱くなってきてるんじゃないとか、これ、笑わず言えますかこれ無理じゃないですかって言ったら、レイさんが、任せてくださいと。<ー> えってな、もう任せていいんかなってなるじゃないですか。<laughs> はい。で、ね、任せていいんですかって聞いたら、私、演劇部だったあら、すごい。はい、これいけますね。いや、なんか、もう、ほんまってなって。<laughs> 逆に嘘っぽいというか、もうこれほんまの話なんですけど、演劇部で。はい。しかもこう、私演劇部で全国行ったんです。え、すごい。はい。いや、演劇部に全国大会みたいな催しあったんやたいや、あります、あります。<laughs> <laughs> すいません、なんか。はい。で、えー、 私に任せてくださいってことだったんでじゃあお任せしますってことでご報告待ってますって言ってしばらく時間が経って数週間すげえ楽しみどうなったんだろうはいはいでその数週間後にレイさんから連絡が来ましてやってきましたと報告聞いてくださいってことでお話を聞くことになったんですはいでここからはレイさんからいただいた報告なんですがえは 確かに2泊3日で帰りましたと、うん、でその3日間ともレイさんは休みだったんですが、うん、え実家のお母さんには、えー、中日はその2日目3泊3日の2日目は私仕事があるとなので実家から仕事に行くねっていう話をしてたんですって。うん、っていうのも実家とその一人暮らしのお家がそこまで離れてなかったので、えー、もうそのまま私実家から仕事行くからっていうふうに伝えてた。はい、でも実際はは仕事は休み、うんで いざ2日目になって、えー、じゃあ仕事行ってくるねと嘘ついて家を出るでお母さんが仕事があるので家を出るそのタイミングを見計らってレイさんが家に帰ってきて、うんえー、卵の個数を確認した冷蔵庫を開けてみると卵が、まあ、そのパック1つ使われた10個入りのパックだったんで残り9個あった九個あったわけですねはい、はい、でその9個のうち手前5個をじゃあゆで卵にしておこうお<ー>で えもう緊張しながら6分半ぐらいですかね茹でてで半熟だろう今回は半熟ですからね。ね、はい、ここ大事ですよ、はい、で6分半ぐらい測ってで熱取って冷蔵庫戻してでまた家を出たんです。でお母さんが仕事から帰ってくる。でその頃は読み計らってまたレイさんが帰る。実家に 帰省されているご飯をリクエストすす。るんでリクエストしたご飯を毎回お母さんが作ってくれるっていう,こうそういう何て言うんですかね家庭内ルールというか<あ>そういうのがあるので<あ>、えー、リクエストしてたご飯をお母さんが作ってくれるんですがそのリクエストしたご飯っていうのが卵を使っててない料理っていうんですよ<え>え。なんでですかって聞くとそのご飯がなんがスープかお鍋かわかんないですけどなんかそういった類のもので。 毎回、ある程度食べた時に、あの締めにおじやをすると。<ー>なので、お母さんが私の知らない間に卵に気づかれても困るから、えー、ある程度食べ終わった時に、ねそろそろ締めにしようよっていうことで、お母さんが自分の任意のタイミングで卵に気づくれるっていう。なるほどはい これでいきましたってことだったんですねさすが全国女優と思ってそ関係ないんですそこはあんまり演技力じゃなくて単純にもうんか素晴らしい確かにもうそのおじいあって最後できるっていうのは最高の料理だなって今回のね実況のためにはねそうですねはいでいざお母さんがご飯を作ってくれ食卓に並びじゃあ食べようかということで二人で食べ始めたもう味しないぐらい緊張したってことなんですがそれを食べ進めていってじゃあこれ 食べ終わったら、言うぞ。いよいよですね。はい。はい、言うぞと思って、いざ、ある程度、あらかた食べ終わりまして、うん、さあ、言うぞと思って、えー、ねえ、お母さん、そろそろ、締めにしようよ。って言うと、お母さんが、できないね。って言ったえっ,って言うんですよ。で、レいさん、えってなって、えなんでってなって、そのまま、お母さんに、なんで って聞いたんですよそうするとお母さんが、ゆで卵にしちゃったから、できないね。って、すごいニコニコしながら話すって言うんですよ。はい。デレイさんとしては、すごい軽いパニックというか、そうですね。なんで知ってるんだろうって。なんか思考はずぐるぐる回るんですけど、会話がもう始まってるんで、何かしら返さないといけない。その状況で、え、知ってるのって聞いたんですよ。うん。するとお母さんが、 すっごいニコニコしながら「知ってるよ」って言うんですよ。はい、でその「知ってるよ」って言い方が本当にお前がやったこと全部知ってるぞって見透かされてるような気がしてもうこれ以上何も言えなくなったんですよ。うん、でその日はそのままもう「ああそうなんだ」ってだけ言って、えー、晩御飯がもう締めができないってことで終わった。はい、でそのの晩御飯の後 冷蔵庫のところに行って、冷蔵庫を開けると、卵がちゃんと9個残ってるんです9個はい。一つも使われてない。うん、え、なんでじゃあ分かったんだろうつつ。そうですよね。って思いつつ、気になっても、さっきの会話が怖くて聞けない。それでその日は終わってしまった。で、翌朝、また朝ごはんもお母さんにリクエストしたご飯を作ってもらってた。うん、そうすると、お母さんがパーって来て、えー、卵が、 腐っちゃって料理ができないって言うんですってえ昨日とは違うってなって、うん、卵が腐ってるってどういうことだろうと思っての,のパーって行くんですそしたら今まさに卵を使おうとしてたところだったらしくそこで自分が半熟にしてたゆで卵があるでお母さんがごめんとさっきそのゆで卵に気づいてレイを怖がらせないために 卵が腐っっってててる嘘をついたんんだって言うんですよで。そのお母さんがもう本当にまさに今卵に気付いたっていうような状態で、うん、すごいこれもおばあちゃんの仕業なのかなってすごいビクビクして怯えたように報告をしてくれてた。うん、ってなった時になんで昨日知ってるよって言ったんだろうってそ,うです、ね、それがすごい気になってただ何も言えなくて。 朝ごはんはんじゃあ大丈夫だよってだけ言ってその日もそれで終わったんですってことだったんですけど、まあ、す僕が受けた報告がここまでなんですが、はい、そのレイさんから「これってお母さんの仕業なんですかそれともおばあちゃんの仕業なんですかね」っていう話を聞いて本当に答えが出ないというか昨日までのお母さんは全てを知ってるかのお母さん。 翌日は何も知らないお母さん僕とレイさんとしてはあんまりオカルト的な思考になることはなかなか普段からないんですけど本当に前日はおばあちゃんがお母さんに入り込んでるとしか思えないそういう状況になりましたっていう報告を受けてなんか自分的にも人の仕業か霊の仕業かっていうのを突き詰めていった時絶対人の仕業だって 正直なところ人,の人がやってたってことになるんだろうなってそう思ってたんですけどこの本当にどっちなんだっていうどっちにも取れるそういう状況になった時になんかもう言葉が出なくなってしまってうそういう話を聞かせていただいたという感じです。いすごいいね送っっててたただいた視聴者の方に寄り添って、はい ね解決法も一緒に考えて作戦もねってっていうね、はいはい、本当にすごくこう壮大なお話だったわけですけども、はい、でもやっぱりあの僕最初から聞いていて今回の話のテーマって、はい、おばあちゃんの幽霊がやってるのか、はい、お母さんがやってるのかってとだったじゃないですか、はい、僕はやっぱりずっとこれどちらもなんだろうなと思ってたんですよねお,<ー>まお母さんが、はい やってるんだけども、はい、その時っていうのはやっぱりおばあちゃんが中に入っている状態、はい、でそのおばあちゃんが入ってるんでお母さんは自分の記憶もなくおばあちゃんに体を動かされてるから、はい、だからおばあちゃんでありお母さんがやってるってことなんだろうなっていう<ー>だからそのおばあちゃんが好きだったプリンっていうのも、はい、おばあちゃんが入った状態だから、はい、プリンをねお母さんは買うんだけど、はい、その時のお母さん記憶がないとか、はい で、ゆで卵って、もしかしたらおばあちゃんが大好きだった、硬い,、はい、ね、ゆで卵が。はい、で、そういう状態だから、ゆで卵作るんだけど、その時はお母さん、記憶ない。でも、はい、実際やってるのはお母さんっていう。よく、うん、階段聞いてると、あの、心霊スポットに行った時に、はい、急にこう、人格が変わったような。はい、で、後で聞くと、記憶がないとかってあるんですけど、何、はい、かそういうふうに入られるっていうことが、 やっぱあるんじゃないだから、はい、そのタイプの話なんじゃないのかなってやっぱ思って聞いてましたけどね、うん、でまさしく最後がそうですもんねそう,、はい、そうですね自分自身も結構例を見たりっていう経験がないので懐疑、うん、的な部分ってやっぱりある程度はどうしてもあるんですけどそういう話を目の当たりにした時にやっぱりそういう入り込むとか、うんえー、記憶がない状態で動かされてるそういったことが本当にあるのかなって 本当に思えた時というかそうですね、はい、ただまあ,あの今回のケースにしては、まあ、僕は霊感ないで何もね詳しくは言えないですけど、はい、まあそのおばあちゃんがまだお家にいらっしゃって、はい、で何かおばあちゃんが自分のしたいことをお母さんの体を借りて楽しくなんかやってるっていう感覚なので、はいはい、なんかそんなにねこう危険だとか危ないとかっていう印象は なかったですけどね、はいうん、ただお母さんからしたらやっぱ毎回びっくりしますよ、ね、そ<う>ですよねねそうでちょっとねなんでこの話をしたかっていうと最近ちょっとある方から聞いた話で、はい、よくそのねホテルに入りましたと、はい、でホテル入った瞬間この部屋なんか嫌な気が,きき気がするなって言って、はい、で,でそのなんか気持ち悪いなと思った瞬間お風呂場からジャー で気づいたらなんかこの壁からどん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 た叩かれた、はい、すごい怖かったんですっていう結構ありがちな階段あるじゃないですか。はい、でこれってそこに霊がいて霊が急に水を出したとか、はい、壁を叩いたって思ってるけど、はい、そこにいる霊に入られて、はい、自分が実はお風呂場に行って水を出してる。あ<ー>で帰ってきた時に我に返って「え 急に水出てる。だから、水が急に出てるって感じるし、自分がだん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 叩いてるんだけど、本当は。だけど、それが自分が叩いてる記憶、思いがないから、だん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 音が聞こえて、何もないところから音がしてるって感じることがあるんだって話聞いたんですよね。そうですね。だから、それぐらい大きななんか現象として起きてる時っていうのは、実は自分がやってる説。 まあまああるんだなって話を聞いて、はい、結構いろんんな話が、ね、こう腑に落ちたんですよ自分自身もそういったお話その自分がやってるんだみたいな話は聞くことはあったんですけどこうしてなんか自分が関わるところでそれが起こるとかなんかこうしてこうちょっとふざけたわけじゃないですけど、うん、半熟にしてみようとか、えー、そういうことをやってった先にそれが待ってる。 ああそうですねそういうあるんだなと思いましたね、うん、だって心霊スポットに行って急にね3人組かなんかの男の子で一番端の子が「はい、うわ!」ってこうびっくりしたっつって「はい、えどうしたの?」つったら「いやなんか声が聞こえた声がわーって声聞こえたよねって言ってんだけど「はい、いや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 後ろから見てた人からすると「いやお前自分であーって言ってたじゃん。<ー>どんで自分が言った声でびっくりしてんの っていうふうに冷静に見てる人からすると見えてたらしいんですけど、はい、ただ本人は分かってなくて、声がしたってひね上げてるんですって。はたか,から見たら滑稽なんですけど、はいたってやっぱ本人からすると、真面目な怖い恐怖体験になっちゃうわけですよね。うそうですね。いや、不思議ですよね。いや、ただ今回のことでやっぱりその、こうたさんが本当に優しい人なんだなってのわかりました、ね、はい。<laughs> い。や、ありがとうございます。はい <laughs> あ。やっぱりね、こういうふうに、 まあ一つの話をねこう突き詰めたりとかさら、はい、には違った方向性からねアプローチしてみようっていうねところがこのネオホラーラジオさんの魅力ですからね。こ <music> のネオホラーラジオさんといいますと、はい、まオカルト全般やられていまして、はい、まあ怪談とか都市伝説もそうなんですけど、はい、あの未解決事件ね。<ー>なんか独自のの情報網なのか 独特の見解とか結構挙げられてますよね。そうですね。はい。まあそれをやっぱこういろんなご自身で調べたりってこともありますけど、はい、情報提供なんかもあるわけですかそうですね。あの、びっくりしたのが、えグリコ、はい、森永事件。はい。あの事件ってもちろんね、すごく有名な事件で、はい、まあ結果その狐目の男。はい。で、なんかこう、どうなったのかよくわからないみたいなありましたけど、はい、そこもなんか、 切り込んでますよねそうですね実際あの事件「槙津ね目の男」が一番有名というかこの人なんじゃないかってなってるんですけどそれ以外にも疑われた人っていうのがまあたくさんいらっしゃってさらに何を目的としてたのかっていうのがわからないって言われてるんですよ。っていうのもあの身の代金であったり、はい、そういうお金の金銭的な要求はするんですけど。 それの受け渡しって全く成功してないんですよね、あの事件って。なので、結局お金を得てなかったのかってなるんですけど、実はそこから直接お金を受け渡しが成功しなくても、お金は得てたんじゃないかって言われてるんですどういうことですかそれが、あの、企業に対しての脅迫であったりっていうのがあの事件の有名となった理由の一つだと思うんですね。そうですね。株価を操作してたんじゃないかって。 は,はいでその中で、えー、浮上してきたのが狐、まあの男だったり、まあ、その方は、えー、実際現場で目撃されたとされてるんで、えー、似顔絵が出て有名になったりだとか、うん、あとはその某有名人の方が狐の,の男に似ているだとかそういった中であのー、まああの事件って集団で起こしてるんですよね。<ー>はい、まず最初にその 先グリコの社長の家に襲撃するんですけど家に襲撃して人を一人さらったりだとか、えー、企業に対して何か脅迫をしたりだとか、うん、そうやってることが絶対に単独ではないよねじゃあ複数人でその若い男の子たちが何かやったろうぜって,ってやるレベルでもないよね,いうねそうですよねって時にそのなんか暴力団関係者の方が絡んでるんじゃないかとか、うん、そういうのも疑われてまして。うんで とある組の組長の方が、えー、ま、聴取を受けたりだとか、そういうのもされていてっていう、一人のこの有力な、えー、線として考えられてたっていうのがあるんですけど、メールをいただいた方で、その、組長、疑われてた方の親族だって方がいたんですよ。えー、はい。はい。で、まあ、こういう YouTube やってると、そういう、本当か嘘かわからない情報っていうのはたくさん来るんですね。うん なので、まあ、全部う呑みにして出してるってわけではもちろんなく、えー、その方とお話をさせていただいたんです。<ー>はい。で、あまりにこう個人的な情報になっちゃうので、ちょっとどうしてもこれが言えないから、まあ、疑う方がいてもしょうがないと思うんですけど、そこでいろいろとお話を詰めさせていただいて、あ、これは本当だなっていうところの、えー、しっかり確認ができたので、動画で紹介させていただいてるんですよね。え簡単に言うと、 その組ののの組組長の親族の方ですよね、はいはい、どういった情報提供だったんですかそれが本当に核心に迫るといったものではなかったんですが、はいえー、その方がまあちょっと親族とすってボー化してるのであまり細かい関係性は言えないんですが、はいはい、一応まあその方がまあ組長よりは若いとでその時にお話をする機会があってえー にに聞いててみたって言うんですよ組長もちろん「犯人なの?」なんて言えないんで「うんうん、本に載ってたよ」っていうような聞き方をしたんですなんかこの時期に関与してるっていうふうに、はい、なんか本に載ってんだけど、はい、なんか変なこと書いてるよねぐらいな感じでちょっと匂わしたわけですよねはいね、はいはい、ちょっとまあ疑われてたよ的なことを匂わすというかうん、うん、でそうすると返ってきた返事が「自分は毎月20億からのお金を儲けてると」なので そんなことする必要ないよねっていうような返答だったっていうんですよね、うん、ただじゃあそういうお金ってどこから得てるのってなるじゃないですか、はい、毎月20億もすごい額ですよ、はい、そんなもう常人じゃちょっと考えられないような額普通に働いてはなかなか考えられないうん、うん、もちろんですってなってくるとさっき言った株株価操作して儲けてるんじゃないかって っていう疑いがいっても、まあ逆に分かってくるというか、<ー>そっちが繋がってくるよねっていうところもあって。なるほどね。あのー、まあ事件確かにね、不可解な点がたくさんあって、やっぱりそうやって誘拐もあったのに、はい、身代金ね、はい、じゃあここでどこでどうしましょう、どうしましょうって結局その受け渡しができないとか、はい、じゃあ犯人からしたら、ね、お金全然得てないんだから、はい、何の意味があってやってんのってなってましたけど、はい、そこじゃなかったってことなんですね。はい。って言われてて、 実際そういう情報があって、で、やっぱり、その方親族の方で、親族お、もうお一人じゃないんで、複数にいるじゃないですか。なので、やっぱその身内の中では、あの人なんじゃないって、いう意見がもうみんなだと。えー、本人は当然否定はしてるもちろんですね。はい。私たち身内としては、あの人がやってるって方が腑に落ちる。そういう話は、 もう身内だけの話なんで、まあ何がどうってわけでもないんですけど、あの、ちょっと聞いてほしくてっていう感じで。ってなると、まあ、はい、あくまでもその情報が正しいとするならば、はい、怪しいとされるのはその組長だってことになってるわけですね。そうですね。ただなんかずるくないですか自分だけ顔隠して。<laughs> 確かに。 なんかもう最初のオープニングトークでお腹いっぱいないぐらいなんですけど。確かに自分も今なんか、あーってなりながら喋ってました <laughs> 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 え。今回はどういったお話をご用意いただいたんでしょうかこのお声掛けいただいた期間から今日に至るまでの間に、すごい気になる話が届いたんですよ。で、また改めてその方にもメール、お返事出して、ちょっと詳細に詳しく聞かせていただいたので、その話を、もうほんの、 本当に直近でいただいた話、ほやほやの話。はい、えご自身のチャンネルでもちょっと何やってんですか。<laughs> <laughs> ありがとうございます。じゃちょっとまだどこにも出てないという話なるんですかね。はい、じゃすみません皆さん、はい、えー、楽しみに聞いていただきたいと思います。では小、はい、田さんお願いいたします。お願いします。この話を教えていただいたのが立花さんという方でして、その方は普段在宅ワークをされていて、あのうちの中で時間を過ごすことが多いと。 でお家はマンションの一室をお借りしてまして、うん、あのご両親と一緒にお住まいだと。タチさんは男性の方ですか。えー、女性の女性の方で、はい。ね、はい、そのタチさんが、えー、まあ住まれているマンションなんですけど、そのお部屋の隣のお部屋がしばらく空き家だったっていうんですね。うんうんうん、マンションの隣ですね。はいしばらく空き部屋になっていて入居者がいなかった。そこに四十代の夫婦が二人で入居されたってことなんです。うん でそこからその40代のご夫婦と、まあ、ご近所付き合いといいますか顔を合わせば雑談をするぐらいの関係にはなったでいざ話してみると旦那さんはソロキャンプがお好きだったりして最近買ったキャンプ道具のお話とかを聞かせてくれるで奥さんの方はすごい気の強そうな方ででもいざお話ししてみると、まあ、お花が好きだったりこれまた気さくな方で、えーまあ、いい人が隣に住んでよかったなと思ってたでこのご夫婦からも私たちには子供がいないんだと ななななののでご近所の方となかなか馴染めないだからこうしてお隣の部屋の方とお話しできるようになってよかったですなんて話を聞かせてくれてた、はい、でそれを聞いた立花さんもあ嬉しいなぁなんて思ってたでそんな日が2年ほど続いたんですね 2>、うん、で2年後のある日立花さんが、まあ、いつものようにご自宅にいるとまあ窓を開けて過ごしてたそうすると隣の部屋からものすごい言い争いが聞こえてくる。うん あの仲い,い夫婦がどうしたんだろうと思ってどうしてもやっぱ気になるんでちょっと聞いてみたそうするとどうやら奥さんの方が旦那さんに「わー」っと言ってる<い>でどういう内容を言ってるかっていうのを聞くと奥さんが旦那さんに「この部屋にいつも知らない男性がいる」って言うんですって、はい、で旦那さんは「そんなわけないだろう」うと「何を言ってるんだ」って言うんですけど奥さんはいやもう知らない男性がいつもいるから なんてことをわーっとめ立ててる。ね。なんかすごい揉めてたんで、えー、橘さんとしては「えなんかどうしたんだろう珍しいな」なんて思ってでご家族のご両親の方も「あそんなことがあったんだ珍しいね」なんて話をしてたんですはい,はい,、はい。でそこから数ヶ月間そのご夫婦とお会いしなかったんですね。うん、でしばらくまた数ヶ月経ってばったりマンションの前でお会いしたんです、はい、でご夫婦いらっしゃって。うん 旦那さん、えー、こんにちは、なんて挨拶をして。旦那さんの隣にいる奥さんなんですけど、その奥さんが、老婆のような見た目の人に変わってるって言うんですよ。え数ヶ月でもう、老け込んでしまったというか。はい。はい。はいはい、で、最初、もう一目見て、全然違う人だと思った。はあでもよく見ると、奥さんらしき面影はある。なので、奥さんなんだろう。 っってわわわかるそれくらいの変わりなったわけですね、はい、すっごい変わってるんですけど旦那さんに「どうしたんですか?」ってなかなかその時は聞けなかった、えー、そうですよね、はい、なのでその時は挨拶して本当軽い雑談だけしてじゃあまたあとさようならという形で別れて、はい、そこからまた数日経って今度旦那さんお一人と会った、うん、でその時に聞いてみたんですってあのちょっと聞きづらいんですけど「あの奥さん」って聞くと旦那さんが教えてくれたのが「 奥さんが、まあ、40代という年齢ではあるんですけどあの認知症になられたと<ー>でそこからあの全く家から出なくなったんだよねと、うん、本人も全く出たがらないからずっと家で過ごすようになってぼっとしたりして、うん、そして一気に老け込んでしまったと「うん、あ,あそうだったんですね」って,ってでまあちょっと介護とか今ちょっと大変で」っていう話を聞かせていただいた。で聞いた時にあー でちょっと思い当たるところがあって、普段からたまに隣の部屋からすごい物音がしたり、こう大声で叫んでるような声がたまに聞こえてきたんで、あ奥さん、それでそういうことだったんだって腑に落ちるところもあった。うん、で、あなるほどねって思ってると、まあ、そこからまたしばらく数日経って、ええ、隣の部屋から急にバタンって何かが倒れるんだとかする。はい、それでどうしたんだろうと思うんですけど、 まあさっき言った話もあったんで奥さんがまた暴れてるのかな大丈夫かなって思うんですけど、まあ、日常ではあったので大丈夫かなって思いながらもまあ普通に過ごしている、うん、その日の23時頃にピンポンってインターホンが鳴るんですよ、はい、でえこんな時間に誰だろうと思って玄関を開けると警察の人が立っていますね<う>どうしましたかって聞くと隣の部屋の人首をつったと。 え何か知りませんかって聞かれたっていうんですねこれは後から分かるんですけど首を吊っていたのは旦那さんそして旦那さんが首を吊る前に奥さんは亡くなられてるえ<っ>なので介護疲れかからの無理心中なななんんじゃないいいっていうことなんですはい、ただこれは後から聞いた話でその時は警察から「隣の人が首を吊った何か知らないか?」って聞かれたその状況 その状況で橘さんまたかって思ったっていうんですよまたかっていうのもその40代のご夫婦が引っ越して来られる前しばらく空き家だったって言ったじゃないですかそれ前に住まれてた方50代の男性教師の方でその方もその部屋で亡くなられてるんです、はい、それでしばらく日がたってそのご夫婦が言い争ってる声が聞こえてくるで奥さんがこの部屋に 知らない男性がずっといる。あ<ー>そこでずっと気になってた。あの男性教師の方はここで亡くなられている。で、奥さんが知らない男性がここにいるっていう。もしかしてって思ってたんですって。で、警察の方に首をつってるって聞く。ねまたかって思う。ただ、やっぱり、そういう部屋があるこう。呪われたかのような部屋があるっていうのは、まあなんとなく聞いたこともあったので、まあ、そういう部屋なのかなと思って、ご両親に 何気なく言ったんです。あの部屋、二回連続人が死んでるなんて、呪われてるんじゃないって言うと、ご両親が、えっ,って言うんです。はい<ん>。え二回連続あの部屋でって言うと、いや、三回だろ。って言うんですね。はい<っ>。それ言われるまで立花さん、それ、忘れてたって言うんですよ。え忘れてた っていうのが、はい、そのご夫婦、そしてその前の男性教師の方、その前に住んでたのが、立花さんの同級生の家族だ。<ー>その同級生のお母さん、このお母さんがその部屋で首をつって亡くなられてるんです。そして、小学1年生だった立花さんは、ショックで記憶をなくしてしまってた。その、 お母さんを発見したの同級生と私なんですそういう報告をいただいたっていうところでやっぱりそういうお部屋っていうのが何回も人の生き死にを繰り返す部屋っていうのがあるんだなというすごい興味深いお話を聞かせていただいた感じですいやもうそれぐらいショックな出来事でこ、はい、っそりその記憶が抜けてたんですねはい。 これを聞くと、はい、ちょっと思われる方多いんじゃないかと思うのが「なんで引っ越さないの?」って気になる人もいるかなと思っはい、はい、自分も聞いたんです、ええ、そんな出来事があったのにななんんでで引っっ越さないんですかって聞くとこの立花さんがあの持病を持っておられたと、ええ、で複数のアレルギーを持たれててなかなかその住めるところっていうのが限られてるってこともあり<ー>で当時小学1年生で,でそのショックで倒れてしまって。 で病院行ってもううなされてるような状態でしばらく入院されててでその中で記憶もなくされてるってことだったんでもうこのタイミングでやっぱ引っ越すよりしばらく安静にさせておいた方がいいだろうという判断で引っ越さなかったっていうことなんですけどうんうんでもねなかなかこう3回続けてってね何、はいまあ、かこういわくがある部屋なんですかねですかね。う 本当に。え、それってちなみに、あ,あ、そうか、もう、例えばサイトなんかだと、大島てるさんのやつとか、はい、やっぱこう乗ってるような場所なんですもんね、きっとね。そうですね。うん。いや、ありがとうございました。ええー。本当幅広いですね。えこ、ー、結階段から都市伝説、未解決事件の考察、でいろいろやられているということで、はいあの、ぜひ皆さん概要欄貼っておきますので、はい。ネオホラーラジオさん、ぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。 アンバルト関係でも会談も都,都市伝説もそういった事件系もやられてますが香、はい、田さん自身は何系が一番お好きなんですかそうですねなんかこう系統がこれっていうのじゃなくやっぱなんかどっか怖いなって自分が思うゾクッとする感覚が好きだったり。 まあそれは別に幽霊に限らずですよね。そうですね。人の怖さもあるし、はい、なんでこんなことしたのとか、はい、こういうことになるのとかっていう、はいあ、その俗を大事にされてるわけですね。ああ、それは結構あるかもしれないですね。ってなりますとね、えー、今回は、じゃどんな俗としたお話、はいえー、聞かせていただけるんでしょうか。はいまあ、今回も視聴者さんからいただいた情報になるんですけど、はい まず始まりがツイッターの DM だったんですけども、ツイッターの方にチャンネルのネオホララジオというアカウントがありまして、えー、そのアカウントの方に、えー、視聴者さんから DM をいただいた。うん、そこに書いてある内容が少し変わってまして、ええ、普段は体験談とかが多いんですが、うん、あの、こうたさんに行ってほしいお店がありますっていう内容だったんです。<laughs> お店、はい、はい。で、え、どういうお店だろうと思ってその下読んでいくと、 えー、60代70代くらいのおばちゃんがお一人でされてる個人経営の居酒屋だと、うん、でまあこじんまりとしたお店で、えー、場所は大阪にあるっていうんですよ、うん、で僕も大阪住んでましてでお店も大阪でこの情報をお送りいただいている方も大阪にお住まいの方だとで、まあ、それだけ見たらただの個人経営の大阪にある居酒屋になっちゃうんですけど、うん、なんでそんなに行ってほしいかっていうと そのおばちゃんが、えー、すごい霊視ができると。<ー>で、その霊視がもうすごすぎて、うん、もうその人の過去とか未来とか含め、悩みだったり、そういうのをすべてこう見通せるんだ。っていうんですよ。<ー>で、僕がなかなか霊感がないだとか、そういう話もしてたんで、うんえー、そういう人と会える機会なんで、行ってみてくださいっていうような内容だったんです。はい。で、場所とか書いてあったんで、調べてみたんですよ。うん、ネットで。 そしたら、出てこないんですよ。ほ<う>あれと思って、で、また詳しく聞いたんですよ。で、ちゃんと店名も聞いて、で、調べるんですけど、出てこないんですよ。はい。えと思って、行ったことありますかって聞いたんですよ。そしたら、その方も、行ったことはないと。<laughs> 噂ではい。はい。で、え行ったことないのに、なんで知ってるんですか、うん、って聞くと、その情報の投稿者さんが、えー、友人から紹介してもらったなるほど。はい。で、友人から、 ちょっと行ってみてよと。もう本当すごいからと。そこのおばちゃんがもう本当すごくて、うん、霊視があって。で、行ってみてよ、行ってみてよって言われるんですけど、その投稿者さんは、あの主婦の方で、うん、えまあお子さんがいて、旦那さんがいてっていうような状況で、一人でその個人経営の居酒屋に入っていくみたいな、なかなか難しいと。うん、なので、代わりに行ってくれませんかっていう連絡が来たんですよ。<laughs> で、なんか、気にはなるけど、ええ、自分もこう一人でなかなか行きづらいなっていうのがあって、うん ちょっとこうなったらちょっと道連れというか、あの、<laughs> よかったら、じゃよかったら一緒に行きませんかって返したんですよ。その投稿者の方と、はい、はいはいはい。まあなかなかないんですけど、うんうん、それを言ってみたら、うんうん、え、いいんですかぐらいの感じで返ってきて、はい、あもう本当にじゃあ行きましょうってなってで、行きましょう行きましょうってなったんですけど、あの、悩みがないと、二人とも。はい 過去に起きたこととか未来のことを見てくれるけど、まあ、その悩みであったり見通せるって話だけど僕もその投稿者さんも悩みがないってなったんですよ。でどうしようってなってなんかないですかって僕も全然本当になくて投稿者さんに何かないですかって聞くと、まあ、過去にはいろいろあったと、うん、その旦那さんがすごい借金があったとか,ーーなんかその元彼がめちゃくちゃ宗教にはまってしまって。 辛いこととかないろいろあるとなんかよく分からん呪文みたいなのを唱え出したりしたと、うん、でそれがあって別れたりとか、うん、そういうのがあったんだけどもうその今に引きずるようなことがないその旦那さんの借金返したし元彼とも別れたからそういうのがないんですってなってでどうしますってなったんですけどなんか逆にちょっとでもこの状況の方が面白いかなってう思う部分もあったんですよ。うん、っていうのもその何でも悩みやったり何やりを全部見通せるって人の前に。 何にもない人が立った時に何を見るんだろうっい <laughs> は,<ー>はい。それが気になって、うん、じゃあもうこのまま何もない状態で行きましょうよっていうので、こう意気投合して。はい。あそうしましょうってなって。逆にその今日からお店行くまでの間に変な悩み作らせてくださいね、みたいな感じで。<laughs> 悩みよね。はい。で、じゃあ行きましょうってなって、日を決め、うん、で、お店に向かったんですよ。うんで いざお店の前まで着いてあここですって本当に店は実在したあったんですね、はい、一切情報出てないのにねっていうのは地元にあるお店なんで、まあ、一応場所は知ってたと、うん、でここですって言われたんですけど見ると本当に「えここ?」っていうようなお店でもうその看板が出てるわけでもなくへえ<ー>かそののれんがあってそこに店名がバンって書いてるとかそういうのも全くなくて、うん、本当に何も知らないでパッて見ると なんかすすっっごいい玄関が明るい家って感じなんですよ一軒家みたいな感じちょっと古めの一軒家でも玄関が明るいっていうぐらいの、はいはい、普通にやっぱお店とは思いませんよねはい、はい、でお店と言われればお店に見えなくもないぐらいのなんかちょうど中間ぐらいの感じで<ー>ただなんかここに今から入っていくんだと思ってちょっと怖い,とい緊張感があると <laughs> はいう、は、か、い、でなんか店の まあ一応ジャラジャラしたやつはかかってて。<laughs> ちょっとこうくぐるようなやつね。はい、はい。のれんではないけどもっていう、はい。ね。まあそれだけが唯一お店感を出してるっていうのが。<laughs> の看板もないんですもんね。はい、はいで。大丈夫かなと思ったんですけど、もう来ちゃったんで、うん、いるしかないってことで、店からガラって開けると、うん、本当にこじんまりとした内装。うん、えー。カウンターが6席しかなくて、で、カウンターの向こう側には、その、6、70代のおばちゃんがいる。うん、で、そのカウンター6席が、 3席埋まってたんですへ<ー>でおそらくまあ常連の方なんですけど3席埋まっててで僕らが入って投稿者さんが「あの予約してたまるです」ってこう名乗ったら「あああんたか」みたいな「ああここここ」みたいな「早座って」みたいな「そんな入り口立ってないで早座って」みたいなもう,うザ大阪のおばちゃんみたいな感じの、うん、すっごいハキハキした感じでなんかちょっと怖いぐらいの感じでもうここ「ここここ早座って」みたいなんで言われたんで。 あ,あはいって言って、まあ、座ったと、うん、でパーッて店見せるとメニューがないんですよえっでえってなってなんかちょっと怖いなって,って <laughs> なすごい金額請求されても変わるなとか <laughs> いろいろあったんですけどメニューなくって、うん、ただその先にいた先客の3名が普通に飲み食いしてるんで、うん、どうするんだろうと思ってたらそのタイミングで「飲み物は?」って聞かれたんですよ。 るのが見えたんでうん、うんあ、じゃあ、とりあえず自分ビールでって言って、で、投稿者さんが、えー、あの、コーラありますかって言ったら、コーラなんてないと。<laughs> はい、で、飲みたかったら、店出て、はあ、そこにある自動販売機で買ってこいて。あ,あ、いいですね。<で>はい。で、え、そんなんあると思って <laughs>、で、えと、ー、思ってたら、投稿者さんが、あ、じゃあ行ってきますって言って、バーって行ったんですよ。<laughs> はい、一人にしんといて、<laughs> 一人にしないでって思いながら、なんかこう、 あんまり店にもこうちょっとぼーっと待ってるというかでこう備え付けのテレビがあったのでそれを見たりしながらちょっと過ごしてて、うん、そしたら「名前は?」って聞かれて「ああのこうたっていいます」みたいな「なんて?」みたいな感じのもうすごいちょっと強気な <laughs> おばちゃんで「<laughs> はい、であすいませんこうたっていいます」みたいな「えみたいなこう繰り返してでなんかもうめっちゃピリついた感じもあったんで、うん、どうしようと思ってたらそのタイミングでまた視聴者さんが帰ってきて「はい、あのコーラ」 350の勘じゃなく、500のロング勘ありました。みたいな。<laughs> そういうお得 <laughs> ちょっとお得でした。とか、別にいいから、みたいな。<laughs> 早く帰ってきたよっていうね。もう、この謎の緊張感で耐えられへんかったのに、うん、なんか柔らかい感じで帰ってきたんで、えー、えーって思いつつ、で、そうこうしてると、その、もうおばちゃんは、その常連客の3名のお客さんとずっと喋ってるんですよ。うん、でもなので、僕も、その、投稿者さんも、2人で、 まあだこうだちょっと喋ってる、うん、まあ初めてお会いしたんで雑談交じりのなんかいろいろ話してるって感じだったんですけどその状況でそのおばちゃんがその投稿者さんに「あああのー、ちょっと待っててな」って言ったんですよ。うん、で投稿者さんも「あはい」って答えてるんで「あれ?」って思って「えなん何すか?」って聞いたら多分多分ですけどその予約の時に、あのー、予約をして電話でしたんですけど。 その際にあの霊がでできるんですかっていうのを聞いたとあ電話ではい、はい、であ何やしてもらいたいんかって言われたんで「あはいちょっとあのお店行った際にちょっと霊視してほしいんですけど」っていう話を事前にしてたから、うん、おそらくそれで「ちょっと待っててな」って言われたんだと思いますああなるほどってなってで、まあ、待ってたんですけど、うん、そしたら徳子さんが「その霊視できますか?」って聞いた時におばちゃんの返しが「 霊視できるかどうかは、五五一だって言うって言うんですよ。五五一なはい。はい。で、えってなって、これの意味わかりますかって言われて、いや、五五一ってんやってなって、で、二人で、五五一とはなんや霊視できるかは五五一。えってなって、考えてもいろいろ話し合った結果、おそらくこれだろうってうのがわかって、 それがちょっとすみません。あの、関西人しか伝わらないかもしれないんですけど、おそ、ええ、らく、霊視できる時がある時とない時があるっていう、あの、551の、なんかあの、アイスキャンデーの CM があるんですね。関西で流れてる。あ、551っていうアイスキャンデーがあるんですね。あ、そうですね。放来の、あの、豚まんで有名なああ、はい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 ,、はい、はい。あそこのアイスキャンデーがあって、ええ、それの CM である時ない時みたいなのがあって、なので、霊視できる時が、 できる時とできない時があるって意味で、ある時ない時っていう意味で、551を言ってたんじゃないかななってって、はい、もうそれだってなって、うん、なんかもうすっきりして、ええ、なんかおばジョークって思って、2>, <laughs> ね、2人でキャッキャッってしてたんですよ。でわーってなんか、それですねって言ってたら、そのおばちゃんがこうパーって来て、じゃあ、そろそろ行こうかって急に行ったんですよ。ね<う>、なんかあ、あ急来た来た来たって,なって。すごいですて、ね。はいはいはい。はいで 視聴者さんが、えー、視聴者さんに言われてたんで、えー、とうちゃんさんが、あ、じゃあお願いします。って言ったらおばちゃんがあんた一人子供流してるやろ。んって言ったんですよ。すいませ、あ、今早口だったんですが。あんた一人子供流してるやろ。はって、急に出したんですよ。で、えってなって、で、投稿者ちゃんさんを見ると、はい。って答えてるんですね。で、あんた、 その子の供養とか、先祖の供養とか、何もしてないやろ。って言うんですよ。で、はい。って東郷さん答えてる。で、あんた、一人息子おるやろ。って言ったら、はい。って答えてる。その息子、たまにあんたも何でか分からんような、何言ってるか分からんような、よく分からんことを口にするやろ。はい。 ってうんですよそういうあんたの周りで起きてる変なこと全部もうこの嫌なこととかちょっとした問題とかそういうの全部その生まれてこれなかった子が起こしてるわって言うんですね<ー>で。なんかもう急に始まったんでなんかちょっと店内もピリッとした感じ、はい、で「えっ?」てなるんですけどもう視聴者さんは「はい」ってもうなずくしかない。うん、で一言そのただあの 最近ちゃんとしないといけないなと思って、お墓参りには行ったんですって言うと、あんた供養のこと何も分かってないと。はい。そういうのじゃないんや。って言うんですね。私がこれからあんたに正しい供養の仕方を教えてあるから、これから毎日やれと。うん、その供養の方法っていうのは、小瓶に水を入れろと、うんで。その水の入った小瓶を白い布の上に置いて、はい、で、東に向かって唱えろと。で、唱える内容はこれやって言って、 なんか白い折りたたまれた紙を統合者さんに渡してる、うん、でそれを受け取って大事そうに持ってるで夜になったらその水を下げろと、うん、で晩ご飯作る時とかにお米炊く時にその水を入れたりお味噌汁に入れて料理として出せと<ー>、はい、でこれを毎日やれと「分かったか?」ってなったら投資さんも「はい」って答えてるんです でそこからもうずっと投稿者さんとそのおばちゃんがバーっと喋ってるんですよ。うん、僕としてはなんかその話をこう聞いてていいのかってちょっとなってしまうというかそうすごくねプライベートな問題というかはいなったのでもうそこからの話はあまりこう聞かないように、うん、わざわざこう聞き耳立てて聞かないようにして、うん、なんかこうちょっと一人ボーッと備え付けのテレビを見ながら待ってたんですよ。でそのボーッとテレビ見,、ね、見ながら待ってたらそのおばちゃんが「今度はあんた見たるわ」 って,言われてはい。あはい、お願いします。って言うと、あんたな、車椅子になるわ。えってたんですよ。<え>はい。で、え、なんでよと思って。で、なんでですかって聞いたら、動かなさすぎって言われたんですよ。でも、その、ちょっと思ったのが、さっきその名前聞かれたとか言ったじゃないですか。あんた名前なんて言うんやとか。あはいはいはい。その時にあに、仕事何してんねんやって聞かれてたんですよ。うん で僕が仕事その IT 系の仕事してますとかそういうなん YouTube やってますとかなんかそういう細かいことなんか言うのちょっと嫌やなと思って、うん、あのパソコン作業で細々とぐらいの感じで答えてたんですよなんかそれがあったからまあねデスクワークだからそこからね言ってんじゃないかと思いますよね、はいはい、でそこからすごい飛躍させて車いすになるよ、うん、なこっちとしても「えなんか事故に遭うとかじゃないんや」ってなって「うん、車いす」ってなって動かなさすぎってで 気をつけやって言われて「はい」ってなって「であとは」ってなると「両親があんたのことを心配してる」って言われたんですよなんか普通っちゃ普通まあ親はね子供のことを心配するものですからねはい、はい、なんかちょっと薄い感じで、うん、でもなんかきつめなことは言われるねそれを聞いて「あ、はい」ってなってなんか僕の時それで終わったんですよ、はあ、で「えっ?」ってなってなんか あんな視聴者さん言われてたのに、そうですね。なんか痛みを分け合えへんみたいな感じで。で、それ話が終わったんで、そのおばちゃんはまた常連客のもとに行って、またいろいろバーッと喋ってると。で、僕と投稿者さん残されて、普通にこう、いろいろ喋るんですけど、うん、さっきなんか強めにバーッと言われてたんで、僕もなんか、何喋っていいか分からないみたいな。うん、っていうのもあって、なんかある程度バーッと喋った段階で、じゃあそろそろお店へ出ましょうかって言って、えー、そうですねってなって、 もうその店出ることにしたんです。はい、で、お店出て、あの、今日はありがとうございましたってなって、あい,いえ、こちらこそってなって、あの、お会いできてよかったですっていう話をして、その日は解散したんです。うん、そっから、一週間後ぐらいに、東郷さんから連絡が来たんですね。はい、で、内容が、あの、お伝えした方がいいと思うことがあったので、連絡しました。はい。ここ来たんです、ええ、で、何ですか って聞くと「あの日私が言われてた供養の方法を覚えてますか?」って言うんですよ。でそれがその「瓶に水を入れて、えー、白い布の上に置いて東に向かって唱えろ」でその唱える内容はこれだって言って私紙を渡されてたじゃないですかと。うんうん、その紙の内容が気になったので家に帰って開けて読んでみたと、うん、そこに書いてある内容が前に言ってた元彼が言う呪文みたいなんと全く一緒やった 怖っはい。って言うんですよね。で、ただ、そこまでは、まあ、なくはない話だと思ったと。っていうのも、あの、個人経営のお一人でされてる居酒屋で、そういう、こう、ちょっと、まあ、宗教的な団体に入られてて、そこぞの常連客の人とかも、そこのつながりのある方が来てたとか、そういうのがあっても、まあ、おかしくはないかなと。で別に元彼とつながりがあるとは思えへんと。なので、まあ、そう、同じところに入信されてて、 それで同じ言葉を唱えろって言ってるんだと思いますと。そこまではまだ理解、私はあったんですと。なので当日気づいたけど連絡はしなかった。ただ、今日電話がかかってきたと。誰からおばちゃんから。はい。お店のおばちゃんから電話がかかってきた。で、うん、内容が、あれから毎日やってるかと。うん、はい、やってますって答えると、あんたも勉強したやろと。私は、 あの供養の方法とかをもう何年もかけて勉強してきた。あんたも勉強したいやろうと。だから、また見せおいでって言うんですね。で、そう言われた時に、まあ、すごく怖かったと。うん。それがそういう勧誘を受けてるっていうことが怖いんじゃないって言うんですよ。あ、違うんですかはい。っていうのが、私あの日、言われたことあるじゃないですかと。あれ、 本当当に全部たたってたんですって私に生まれてこれなかった子がいること今息子が一人いることその息子が変なこと言うこと、えー、私にお姉ちゃんがいることそのお姉ちゃんの旦那さんがもうどうしようもないやつやってこともう何言われても全部当たってると私あの店友人の紹介で行ってるんですよウタさんって何でも見通せる霊視ってあると思いますか 言われたんですよねでその時に僕も何か何て言ってあげたらいいかがわからないというかで「お電話どうされたんですか?」っていうとあの「誘われたことに関してはあの考えさせてください」って言ってあの電話を切ったと保留という形で電話を切ったただいまだにあのおばちゃんから電話はかかり続けてるっていう報告がありました 急展開だったなぁ。いや、本当に、僕もなんか、え、こんなことあんのみたいな。へえ。ちなみに、最初、そのウタさんと投稿者の方、お二人で、その店行ったわけですよね。はい。はい、その日のお会計って、いくらだったんですかそれが、1600円だったんです。えぇ、ー、めっちゃ安くないですかえ、ビール飲んで。はい。 料理なんかも食べた食べましたメニューなかったんですけどそのカウンターの一段上がってるとこってあるじゃないですか、ええ、そこに料理がバーっと置かれて,てあなんかこう作り置きがあって、はい、こう出してくれるっていうであの「バイキング方式ぐらいで,、はい、でビールも飲んでレー詞もしてもらったのに1600円、はいはいはい、なんならこれ食べっつってなんか大きいタッパーに細かく入った炊き込みご飯のおにぎりもらったんですね <laughs> あんた若いからいっぱい食べるやろ」って言って。 ほんのそんぐらいなんかすごいサービスよくてでお会計見たら1600円やってなんか間違えてないってあったんですよでもなんかええんやんええんやんみたいな感じだったんですよねんなんか今思うとそこもそうですね、はい、なんかそういうお金目当てじゃなくって本当慈事前事業でやってる素晴らしい方なんだなっていうふうに思わせようとしてる金額設定なんじゃないかなとか考えちゃいますよね、はいあのー、もうやっぱ何よりその ご投稿者の方はもうズバズバ、もうほとんど100%というか、もう100%ですよね。はい、細かいことも全部当てられた。はい、で、コータさんに対しては2つしか言わなかった。すしかもふわっとしたこと。はい、で僕も、やっぱりいろんなこう力がある方とか、やっぱこの仕事から会ったことありますけど、はい、正直、もうそこまでピンポイントに全部言うっていう、はい、 まあ、本物の方はいますよ。ただ、超本物っていうか、はい、そこまで断定でピンポイントで当てる人、一、はい、人でもいないです。あ<ー>あ。会ったことないです。僕自身。はい。だから、やっぱりどこか少し懐疑的な部分もやっぱあります。はい。だから、言い換えると、そこまでもうビン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 、こう、ピンポイントで当てるってもう、無理だと思うんですよね。はい。なんかその、ふわっとこういう方向性は見えるってことはいるかもしれないけど、はい やっぱり断定的にすごいい細かいことを当てられる、うん、当てられたっていう時には何かやっぱ裏があるって思ってもいいのかもしれないですよねうんう一人もいないですはいやっぱりその時はその雰囲気お店の雰囲気もあってすごいっ,ってなったんですよいやなるでしょうねはいでもしかするとこのお話を聞いてる方もえその人本物だすごいっていう方もいらっしゃるじゃないですか <laughs> いや、その口コミでどんどん広がってきそうですよね。だって僕途中までもうそんなすごいお店あるの。はいはい、じゃあちょっと、後でこっそりそのお店教えてくださいよ。俺もそこに取材じゃないけど、聞きに行きたいですよって思ってましたもん、途中まで。<ー>今なんか一切思ってないですよ。そうなると、その投稿者の方に紹介したお友達、はい、って方もだから全部情報を与えてて、 で、その方も、その、まあ、ある意味、その宗教じみたものの信者なんですかね。もう、投稿者さんがおっしゃられてたのは、やっぱり友達と宗教の話ってしないじゃないですか。はい、って言われたときに、ああ、もう、なんか、なんとも言えん気持ちになるというか。なので、やっぱ、そういうことになってくるのかなというか、もう誰が何に入っててもわからないというか。うん なんかもっと考えるとそのもともとのね元彼が不思議な呪文を唱えてたみたいな話ありましたよね。はいはい、その元彼が、はい、そのやっぱお友達だから投稿、はい、者さんの。はい、なんかそこにそういうお店のことをなんか教えて、はい、あでなんかその方もそれを知ってその信者になってみたいな。なんですかね。となんかいろいろ考えちゃいます、はいはい、し、はい、そうじゃないとしたらやっぱり。 偶然だとしてもやっぱりいろんな方がやっぱそこにもういえお金とか結構払ってるんですかその元カとかは払ってたんですかいやそれがもうそれが始まっ一気に入ったっぽくてやっぱそれぐらいのこう衝撃的なことを当てられたんでしょうね、はい、当てられたというふうに思ったんでしょうね、はい、ただ何が目的なんでしょうね、はい、なんですかね献金みたいなね、はい、お布施みたいなことでたくさんもうお金をもらってるのかわかりませんけどはい実際その何ていうんですかね 元カレーの方がおっしゃられてることとかそういうのはその,そのなんか団体というかその宗教団体は結構大きいところで<ー>なのでそのものすごいカルト的な少人数のところのあれがたまたま今回の話に出てきたとかじゃなく割とその当社者の住まれている地域がそういう方結構大勢いらっしゃるようなところではい、はい、なのでまあ地元の友達地元の元カレー。 地元のお店。あ<ー>まあ今思うとっていうことみたいですね。いや、ちょっとすみません。<laughs> 急展開すぎて。なんかずるいわ。途中とか、なんか、小粋な、ちょっと楽しげなトークで、<laughs> ちょっとギャグなんかも挟みながら、やっぱね、関西、ね、の方だから。と、ええええ、思って楽しく聞いてたんですけど、ゾワゾワゾワって、もすっごい取り当たちましたね。<laughs> あ,あすいません。いや、ありがとうございました。いや、すいませんじゃないんですよ。<laughs> はい。えー、皆さんね、はい、いかがだったでしょうかネオホラーラジオさんですね。えー、まあね、いろんなこう、オカルト関係、そして未解決の事件なども含めてですね、様々なこう、見解で、まあこう、ラジオ形式でですね、はい、えまあ、いろんなことをまあ紹介するというね、人気チャンネルです。皆さんぜひですね、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。怖かったですねあ。ありがとうございます。よかったです。<laughs> <laughs> またぜひお願いいたします。はい。はい、いありがとうございます。 というわけでゲストはネオホラーラジオのコウタさんでした。ありがとうございました。